こんばんは、金美館通りの藤村です。今日は初心者向けプロフィールの選び方、細い女の子を選ぶにはというお話をしたいと思います。この業界の女の子の体型、フェザー級もあれば超ヘビー級もあるという感じで様々なんですが、男性の好みも様々なので、一概に細い子がいいという男性ばかりではありません。特に男性って大人になればなるほど、ある程度お肉がついている方がいいという好みの方も増えるので、年齢層の高めな客層の高級店ってスリム体型の子だけじゃなくて、ある程度むっちりした子も揃えているわけですね。ただ、さすがに高級店だと、どう控えめに言ってもむっちりを超えたというか、どう越してしまった体型というのはさすがに見かけることはなかったです。理由としては、面接の際にある程度の体型の基準があるというのと、在籍中に太ってしまったとしても、制服があるお店だったりすれば、そんなサイズの制服の用意が元からないから制服が着られなくなるだとか、リピートがつかなくなるから自然にいなくなって淘汰されていくだとかが考えられますね。そして格安店や大衆店になると、もう本当にヘビー級の女の子も少なからず在籍はしています。でもこういった体型の子が地雷かというと全然そうとは限らなくて、中にはランキングに入っている子もいます。ムチムチの子が大好きというお客様に支えられて根強い人気があったりもするんですね。とはいえ、細い女の子が好みというお客様もいますから、そういった男性がうっかり予想外に重量のある女の子に入ってしまうと、がっかりしてしまうというマッチングミスが起こります。というわけで、今回は女の子のプロフィールから実際に細い子を判別する確率が上がるポイントをお話ししていきたいと思います。ただあくまでも初心者向けなので、お遊びに慣れている方にとってはそんなに真新しい情報ではないかと思うので、そこはご了承ください。こういったプロフィール写真のポーズって、女の子が自由に好きなポーズを撮っているというわけではなくて、全体のポーズはもちろんのこと、目線から手の置き場所から腰のひねり具合まで全部細かくカメラマンに指示をされています。それでこのカメラマンが指示するポーズに、体型別でこのポーズは写真映えするっていう傾向があるらしいんですね。大まかに言うと、身長が高くて細身から普通体型の女の子はこういった全身が入ったダイナミックな立ちポーズ、身長が低めで細身から普通体型の女の子は膝立ちだったり椅子に座ったポーズ、太めの体型の子は体を丸めた体育座りやペタンと座ったポーズで上からのアングルというのが撮りやすいそうです。ただ実際のプロフィール写真って何枚も載っていますから、いろんなポーズの写真を選ぶことになって、だいたいこの辺りのポーズ全てを網羅している感じで載っているかとは思うんですが、少なくとも立ってる姿の写真が1枚もなかったり、全部座り込んでいる写真だったり、立ち上がっている写真はあるけどお腹に手を添えているものだったりすると、写真で見る印象よりも実際に会ったらボリューム感がある可能性があるということです。それから次に、これはもう結構浸透している情報ではありますから、本当に全くの初心者に向けたお話なんですが、女の子のプロフィールに書いてあるウエストの数字、あれは実寸とは全く関係がないです。だいたい店長が面接の時に女の子をパッと見た印象だけで決めるもので、細いなら54、55、56、普通なら57、58、ぽっちゃりかそれ以上なら59、60という意味だと解釈をして大丈夫です。夜の個室接客系の女の子のプロフィールって、なぜかウエスト61以上が存在しないことになっている世界観なので、これはもうお店年齢と一緒でファンタジーだと思った方がいいんですが、ただヘビー級の女の子に55っていう数字を設定するなんていうことはないはずなので、目安としては写真以上に信用ができるかもしれないです。最後に、これが一番実物の女の子とギャップが出てしまう典型かとは思うんですが、写真が古かった場合ですね。こういったお店のプロフィール、下手したら5年前の写真のままという子もいます。
写真をいつまでも全然変えない子の理由としては、写真を変えなくても本紙名で埋まるほど人気があって、ネット紙名なんて花から当てにしていないから変える必要がないっていう女の子もいるんですが、中には入店当初と体型が変わってしまった、顔が老けてしまったなどの理由で昔の写真のままにしておきたいという子もいるわけです。実際に待機室でいろんな女の子を見ていると、あまり人気がなくていつも待機室にいるような子って結構太りやすいんですね。長時間狭い待機室の中にいると動くわけにもいかないし、やることもないから待機室に置いてあるお菓子をつい食べちゃうしという感じです。だいたい太っちゃった子っていうのは、この仕事を始めてピルを飲み始めたせいで太ったって言うんですが、売れてる子は細いままなので、ピルのせいというよりも動かずに食べているせいかなと思います。それでこういった入店後に体型が変わっちゃった子の場合、先ほどのウエストサイズも全く信憑性がなくなってきちゃうんですね。基本的にプロフィールって入店当初のものから一切更新がないので、入店してから10年経っても年齢が入店時のままだったりもするんですが、同じようにウエストの表記も入店時のままです。この場合は入店時は細くてウエストも56という表記にしたけれど、その後でブクブクと体重が増えてしまったから56表記だけど実際はヘビー級の女の子というパターンになってしまいます。なので写真とサイズ表記で女の子を選んだ場合は、一度その写真がいつ頃撮られたものなのかを確認してみると、ご対面時のショックを受ける危険性が多少減らせるかと思います。入店3ヶ月以内の新人さんならそんな心配はないんですが、長年在籍している女の子の場合は、その子の日記や SNS を遡って見てみると、まあだいたいスタジオで写真を撮ってきたということを書いてる子が結構多いので、それでだいたいわかるかと思うんですね。はい、というわけで今回は初心者向けプロフィールの選び方、細い女の子を選ぶにはというお話をしてきました。まあそれでも修正がすごかったら分かりようがないよねという意見も本当に分かるので、今回のポイントもその中でも少しでも自分好みの体型の子を探すヒントになればというだけです。失敗した時は失敗した時で自分の経験値として蓄えて、徐々に自分自身の見極め方や感が磨かれていくものかと思います。そんなに簡単に自分の理想の子を探し当てられるわけじゃないからこそ、出会えた時の喜びも大きくなるのかもしれないですもんね。それでは今日はこの辺で、お上がりなさいませ。